はい、園芸研究家のトミーです。今回の隣の園芸名人ですね、藤井寺氏の某所にやってまいりました。ここは皆さんすごいんですよ。斉藤さん、ご無沙汰しております。すごいですね、今一番綺麗な、ね、本当になんか楽園というか花園になってるじゃないですか、文字通りの。すごいな、すごいすごい。え、斉藤さんって何年前にこれ手掛けはったんでしたっけ？もう3年目になります。もう3年目。はい、荒れ地だったので、荒れ地を開墾して、やっとこんな感じに。お若いのに荒れ地を開墾された。はい、うわ、すごいな。この真っ白なお花、オルレアですよね。オルレアです。これはどうされたんですか？一番最初、種を少しだけ取って、その後はもうどんどん増やして、はいはい、でこぼれ種と育苗としながら育てました。おお、皆さん、そしたらオルレアの種を、あれは秋巻きでしたっけ？そうですね、ね、秋にオルレアの種をまいて、はい、次の春こんな真っ白系になったら、はい、一応植物が枯れても種が落ちていくんですよね。そうですね、もうこの後すごく、茶色いチクチクの種になるんですけど、すごい種もこれ種に、あ、本当にね、なってるね。でそれをまあボワーと生えてくるから、あとは綺麗にトリミングしていくんですよね。最終的に2年目3年目になったら、多すぎるんでちょっと間引きながら自分のやりたいところに、はいはい、でも綺麗ですよ。まずこのね、背景が真っ白になって美しいですね。なんかところどころこんなレンガとかタイルとか光ったんですか？そうですね、なんか今思えばもっとちゃんと計画してやればよかったなって思うんですけど、もう好きなようにちょっとずつ集めながら、はい、配置しました。いやでも可愛いじゃないですか、この道もなんか緩やかな S 字を描いてて、オルレアと、はい、あとこのジジタリスと、はい、あとマロウが、あ、本当に、ね、一番綺麗です。綺麗ですね、はい、マロウって確かレモンが入れたら、はい、ハーブティーの色が変わるんだよね。あの青い紅茶ができて、それがピンクに変わるので、青からピンクに変わる、はい、こ、毎年も子供たちと一緒に喜ぶね、子供さんね、はい、だから花育の一つとしてこういうハーブ植えといたらいいんだよね。そうですね、楽しいですね、綺麗だし、あのわざわざ透明のね、ティーカップを買った思い出があります。透明じゃないと見えないので上から覗くんだけやったら見えないんで、はい、でジキタリスはやっぱりこの春に欠かせない、まあある程度背の高さがね出てくるコーラなんで、これは宿根なんですか、植えてはるんですか？もともと最初種からで、種から、なんか1年で難しいって言われてたんですけど、結構あの冬越ししてくれたので、冬越ししてくれた子も残ってますし、あと追加した子もいます。あとこのガウラがいます。ガウラも可愛いね、なんかこれ覆輪みたいな感じでピンク色になってるんやね。これすごい可愛くて、あのガウラのバイカラーなんですよ、外側がピンクで、外側がね、ピンクで、はい、わあ可愛い。これも残るんだよね、これも残ります。はい、まあ、でも冬はほとんどなくなっちゃうので、春になったらすごいいきなり出てきます。すごい上手にうまくね、植物を植栽されてますよね。これはローズマリーね。はい、そうですね、ローズマリーとオレガノとミントで、ここがハーブゾーン、ハーブコーナーなんやね、はい、オレガノとミント、はい、おー、これはね、記憶力が高まるね、素晴らしいハーブなんでね、お風呂に入れたり、あ、お風呂にね、はい、このオレンジ色はブッドレアですよね。はい、ここはブッドレアのグロボーサーになります、はいはい、こんなに大きくなると思ってなかったんで、ちょっとびっくり。これ確か チリ原産で3メートル、5メートルいっちゃうよね。植物園に行ったらすごい巨木が立って、はいはい、で失敗したと思って、でもこれ植えっぱなしなんですよね。植えっぱなしでちょっと強剪定して、なるべくこれ以上は大きくならないように、すごいこの黄色いのが可愛いですよね。オレンジボールやったっけ、なんか英名ついてたよね、はい、オレンジボールブッドレア。でこっちもでもブッドレアです。あ、こっちが普通の蝶々がいっぱい来る、はい、そうですね、昔からのあれやね、ブッドレア。もうちょっとしたらもうこの円錐状のすごい虹色の綺麗なのが、はい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 、だから子供さんがいるご家庭はこういうブッドレア植えといたら蝶々が集まってくるから。そうですね、バタフライブッシュって言われるぐらいなんで、蝶はすごい来ます。あの虫取り網持っていつも遊べるので、皆さん皆さん、斉藤さんは、まあ、お子さんがまだちっちゃいんですよね。はい、そうですね、4歳と8歳ですね。だからこういう蝶々が来たり、ね、ハーブティーの色変わるようなものを植えておられたり、すごい花育を意識されておられますから、素晴らしいですよね。これがレモンです。お、収穫はまだですね。お花咲いた
多分今年はなるかなとか、ね、春一番のこう一番初めのお花が秋までに熟していくんですよね。だから夏咲いたら間に合えへんでおりますよね、楽しみですね。でもでこちらはこちらも大きいですね、ホワイトセージ、うわー、はい、なんか広いからある程度背がある子を植えないとこのうまく立体的に演出できないんでしょうね、お上手やと思います。大きくなってくれました。あとアジサイ、あここにはアジサイがもっと、はい、満月鏡とダスパチ、はい、花だらけになってきますね。もうすぐいてる間にこれもまたなんかシンボルツリーのような、これはミモザですか。はい、ミモザですね。これ1年でもうすごく大きくなって、ボーンと今年はもうすごい綺麗に咲いたので、リース作ったりしました。はいはい、うん、わーいいですね。で隣がオリーブですね、はい、なんか かわいいお花いっぱい植えてありますやん。こちらかと、うん、ブラックベリーと、うん、はい、もう少したらアザミが、はい、アザミが、はい、綺麗に、これ子供さん走り回ってんじゃんの。そうです ね、あのここも走れるし、あと野菜やってるエリアもあるので、うん、野菜の方と、うん、はい、いいですね、遊べるようにはなってます、ね、皆さん藤井寺市でももしこういう空き地があったら、まあ、そこの、ね、管理監督されてる方のお許しを得たら開墾開拓ができるということですね。いやいや、去年も僕ちらって見させてもらった時にうわなんだこれと思ってて、年々やっぱり植物がちょっとずつ大きくなってくるからダイナミックになっていきますよね。毎年楽しみですし、うんうん、なんかこう家の遮られてるお庭と違うので、はいはい、もうみんな見に来てほしい。あそっかそっか、はい、本当やね、皆さんガーデニング一つって言ってもちっちゃいね狭小的な場所でのガーデニングの楽しみもあるけど、こんな大きいところでゆっくりとこう雄大にしていくのもね醍醐味の一つですよね。2年3年でも十分できるっていうことなんで、はい、ぜひともまずはオルレアですね、はい、オルレアの種を買って巻くと、ね、はい、ね、その後はこぼれなでねどん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 増えていく、はい、でできたらこういうシンボルツリーみたいな背の高くなるものも植えておくってことですね。楽しいで子供さんのために蝶々を呼ぶブッドレアを植えるか、あとはハーブティーで色を変えるマジックをね見るためにするか、はい、やっぱりそういうちょっとでも機能を持ってる植物を植えといたら子供さんも喜びますものね、はい、いやいや今日は本当に素晴らしいものを見させていただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。支えて暮らしてく